まあ、同時代の何かと思っている空気感だったり、こうなんかそういったものを、まあ、ちょっと年代差は少しはあるけれども、なんか今ちょうどこう起こっているものを共有している、そういった作家が実際にはどんな作品を作っているのかっていうのを、こういろんなあのタイプ、ちょっと違うタイプの作品を集めることで、ちょっと感じてもらえればっていうのがありました。すみません、ちょっと最初に冒頭にちょっと言うの忘れてたんですけど。松田さん、いかがでしたか？俺も前やで。僕自身は、そのやっぱ陶芸の美術館で、しかも産地にある美術館で、しかも現代陶芸でっていう、まあ、例えば言葉がついてきた展覧会をやりますって見に行って、今回の展覧会に来てもらった人は、多分あのちょっとまた違った感想を持ってもらえるんじゃないかなっていう作家が集まったで、そういう作品が集まった展示になってるなとは、実際に自分も含めて見に、展示から見に来てからもずっとそれは思ってるので、 あんまりこう今までの陶芸の展覧会っていう意識で来てもらったら違うギャップもあるし、感じがあるんだろうなと思って来てもらっても、多分またそれを超えるようなこともあるんじゃないかなと実際見てても思います。ハリーさん、いかがですか？まあそうですね、あと焼き物ってこうなんか読めるじゃないですか、読み物みたいな感じというか、作ってるからなんて感じじゃないけど、その多分言語に起こすよりも実際そこにこうそういうなんか読めるものが詰まっていて、できっとこう15人の中で それぞれのなんか数十年間が刻まれてるというわけで、なんかこうそれをこうだんだん読めるようになってくるとだんだん面白くなるし、なんかこう違う角度からもものが見えるし、そういう意味ではノーマンズランドな感じですかね。はい。あのさんは、いや、そうですね。もちろん、エテマトもすごい嬉しいですし、いろんなメンバー、それぞれの作品とか、もちろんね、知ってる人もありましたし、もう、こんな感じなんやなっていうのを、見ながら参加させてもらって、で、実際始まって、まあ、僕たち、やってる側の人間としては、あ、誰だろう、分かってると思うんですけども、この展覧会のことを他の人に今まであんまり公約のない曲があったりとか、それこそ大学の学生さんの若い子とかに紹介をすると、あ、こんなふうに陶芸なんですねっていう、僕らの中では当たり前になっているもの、それが彼らの目には全く新しいものを映っているようなんですよね。で、僕らはなくしてしまったというか、もう当たり前になっていることをもうもっと乗り越えるような、なんかあ、こんな新しいものがあるんだっていうものをもう気づかせてくれるようになってるんじゃないかな。そういう意味ではすごくこう、いろんな気持ちを広げてる、そんな展覧会なのかなと思って、面白いなと思いますね。ありがとうございます。今回のテーマはノーマンズランドっていうのが一つこうジャンルの問い直しでもないんですけど、ジャンルの影響が当たり前になってるような時代なので、今なんか一つのジャンルにくくりきれるような造形っていうのは、焼き物とか工芸に限らず、もういろんな海外も中国もいろんな分野のクリエイターたちが元ジャンルを影響しながらやっているのが今のこうスタイルというかになっているんですけど、でもその特にその焼き物を受け止める側というか見る側の意識っていうのが、私もここに勤めてて、いろんな焼き物の作品を紹介している中でお客さんの反応っていうのが未だになかなか浸透していないなというのが一つすごくあって、結構その面白さとかその新しさとか幅広さっていうのを多くの人に知ってもらいたいというのがすごく大きな動機にはなっています。皆さんは制作してて、発表してて、そういった反応に迷惑とありますか？なんか、影響してるって意外と自分は思ってない。作家側が普通に自分の表現としてやっているのが、意外とこう外第三者の方がその影響感を感じたりとかするんだろうなっていうのを、なんか最近特にそれを改めて感じるというか、そういう言葉を
特に自分らに向かって投げかけられることが増えたことで、まあ、思ってる以上に越境してんだみたいな感じになってし、なんかそこはちょっと今までの諸先輩方が時の時代との違いもなんかそういうところにもあるのかなとかちょっと感じたりはしてますね。歩いてて気がついたら国境を越えてて、それもあんまりないですよ。そうですね、あの谷さんなんかは古い室町時代の信頼的にのこう独特の風が使うみたいなところから、こう自分の作品、制作のテーマみたいなものを引き出していって、実際にやっぱこう壺だったりカメだったり、すごく、まあ、一見するとすごくトラディショナルな伝統的な焼き物をしっかり彷彿させる作品を制作されているけれども、見せ方っていうか、その提示の仕方っていうのがすごく現代的というか、なんかみんながちょっとこう、なんていうか、びっくりするというか、ちょっと意外にというか、なんだこれって思うような形で提示されているところが、まずすごく面白いと思うんですけど。で、僕は多分あれが本来だと思ってるんですよね。で、それは多分こう、室町時期がすごい研ぎ澄まされてたっていうことだし、技術も高かったっていうことだと思うんですよ。で、感覚的にも、なんていうか、人に向いてないっていうか、意識が自分の方向にだけ向いていて、なんかその意識をアップロードしてるっていうか、なんかこう、そういう時間を超えるって最近言うんですけど、なんかそういう時間を超えさせて、なんかこう、なんかこう、なんていうか、こう、なんか日本なんですけどね、日本を残していくみたいなことかなと思ってるんですけど、なんか、多分あれが、本来なみたいし、その当然だからやっぱりね、縄文からずっと最新技術だったわけじゃないですか、焼き物。で、この間増田さんが紹介した土偶を読むっていうのを読んだんですよ。で、あれがやっぱり言ってること正しいめちゃくちゃね、その植物採集、リアルな土地の未来っていう話なんですけど、そういうことがずっと最新の、 主食事情とかそういうものがずっとこう記されてきたと思うんですよ。きっとそれは室町までない縄文から、だから、今展示するならというか、あれはだから、その技術が持ってる時間だと思う。その谷さんが本来だと思ってるものがこう現代では意外に思われるっていうのは、やっぱり焼き物を取り巻く環境みたいなのが少しこうねじれてきてるっていう感じがありますね。でもそのずっと縛られてたって言われてると思って、昭和ぐらいから焼かれてたので、それってちょっとやっぱずれてるような感覚があって、僕の中で、僕はでも、古いものを 見比べてきたから、これは絶対に違うっていう、その中でこうなんか昭和焼き物史みたいなのができてそこに準備してきたから、なんかこうなんか本来のいいところからずれてるような気がします。多分人に向かった時代だと思うんですよ。谷さんの解釈というのは独特なんですけど、一方でなんか何かを選び取るというか、焼き物すごい長い歴史があって、キムさんだったら縄文土器がすごく影響を与えたっていう話もありましたけど、何かを選び取るっていうのも一つの、それはなんかこう現代人の現代的な感覚でこう選んで、それに対してまた何かを分析するというところだと思うんですけど、そういう意味ではすごくコンセプチュアルな仕事だなと思うんですね。でそういう意味では加納さんもなんかタイプ、作品のタイプは全然違うんだけれども、すごくコンセプチュアルであるという点ではちょっとリンクする部分があるの
今回隣同士で展示していただいて思いました。そうですね。変なこと言ってしまった。そうですね。そうコンセプチュアル展っていうのは本当に難しいものとかあるんじゃないかなっていうのを感じますし、で同時にその二人が扱ってるものがすごいっていうのはこれまた面白いなっていうのを感じてて。ねえ、焼き物のアイコンみたいになってるんですか、そこで。まあ、どうなのかな。でもないですか。なんとなくでも、焼き物やってます、パツパツ作ってんのっていうね、そういう話とか、もう最近はちょっと減ってきたけど、今は減ってきたけど、いつも作ってたんですね。そうで、このコンセプトの作品っていうふうになっていく中で、壺を扱っている。面白くな、なんか下的なものがあるかなっていうのは感じながら、面白くなとは。でも壺が持つ空間と彫刻が持つ空間と、例えば造形物が持つ空間っていうのは質が違うじゃないですか。距離感が違うですね。で、なんかこうやっぱりなんかこう日本の三角、日本の壺の日本の三角っていうか、文化のなんかこう、それこそ記述された何かがあるんじゃないかなと思うんですね。そうですね、あ、ごめんなさい。あ、いやいやいや、なんか谷さんの壺の扱い方とか、本当に本来の壺の扱い方なんだよなとかっていうのはすごい感じたんですよ。もう壺ってやっぱ基本的に容器として使われているときって、絶対にそれに意味があるので。基本的には部屋の隅の方で、光物みたいな状態でね、ただただ存在する。で、それじゃない空間っていうのを、それをさっきの話をされてた時に、焼き物を読むことができるね、話をされてたのも、あれも結局空間をすごい読むことができる、それでいけないなとか、そういうのとかも思ってると思うんですけど、先ほどこんな話をまさに読むを読むでしたね。読むさ第三の下に記述されてるっていうところは自分もすごい共感する部分があって、本当にこう焼き物って物質として強固なんで、過去の遺物がずっと長いスパンで残ってるじゃないですか。ある意味、ね、西洋の彫刻では大理石とかブロンズが主流っていうのは、まあ、最近の話で、その焼き物の物質の強さっていうのは自分もすごい光なんですね。これ一時みたいな意識はすごい。その生き物が持ってるこう力とか魅力っていうのが、やっぱ絶対的なものっていうのは一つなんかこう絶対なくならないっていうか、こうすごい歴史が長くて、どんな形であっても多分これからはなくならないんじゃないかと思うんですよね。どれだけデジタル化が進んでも、まあ、そういうところだと思うんですけど、ちょっと時間が迫ってきたので、皆さんがこう持ってるこう陶焼き物ってもののポテンシャルについてちょっと一言ずつ最後に。はい、そうですね。まあ一つは先ほども述べさせてもらったように、記憶媒体であるっていう部分と、さらにその記憶媒体としての強さを持たせるために、ひで焼いて分子構造を強制的に変化させるって、ものすごいことやなと思うんですよね。改めて考えても。その技術がずっとこう有史以来残ってるっていうところに、もう本当にポテンシャルを感じますね。なんか多分それは僕が喋らなかったのとかね、多分言うと思うんで、僕が思うとポテンシャルっていうのを言うと、共通認識されやすいもの。に関わらず、時代に関わらず、陶芸っていうものをみんな何かしらのイメージを持ってるっていう、そこがなんかいい意味でポテンシャルがあるところなのかなと思ってますね。そうですね、だからなんか、なんか焼き物の焼き物ってなんかこう、ここにあったとして、ここから向こう側の奥行きというか、これは多分絵画とか彫刻にはないじゃないですか。ここから向こう側の奥行きというか、なかった。
そこが見て、読めてくると、なんか、どんどん多分、面白いなと思います。これ、僕もまだまだ読まなきゃいけないものがあるし、うん、そういうことかな。そうですね、素材としての土とか焼き物っていうのは間違いなくポテンシャルあると思うんですよね、基本的に。でも焼き物っていう呪縛炉がこれすごい手が空いてるじゃないですか。でその呪縛がそろそろ溶けかけてきてるのかなって、それでこうやってやらないとかこういう表現につながってきてるのかなって思うと、じゃあもっともっと持ってたはずのポテンシャルが自分が溶けたことでそのポテンシャル当たり前に広がっていくよ。本当にまだまだできること、僕はこれまでの焼き物の感覚とは違って、どんどん見せていけるっていうのは面白くなっていく一つ、うん、理由になっちゃうかなと思いますね。そうですね、本当になんか続いてきてるっていうのが本当に強いところで、別に今までの伝統とか、今まで積み重ねてきてるものがあってもいいので、過去の伝統的な焼き物とかを決して私も否定したり、そういう見方じゃなくて、むしろそういったところをベースにして、それがすごく広がってきてるっていうところを今回感じていただきたかったんですね。突き詰めていくとみんな伝統的な素材とか技法とかを使っていて、でその表現の仕方とかこうアプローチがやっぱり今生きてる作家のこう感覚を取り入れてやってるので、ちょっと今の時代が反映したものになっているっていう、ずっと続いてきたものの、21世紀の、状況っていうことだと思うんですね。すごく伝えたいところではあります。こう話尽きないんですけども、じゃあ一応第2部に続くということで、まずひとまずどうもありがとうございました。ありがとうございます。